D が何か分かったんですよ僕。え？ D が何なのかが分かって、みんな D は分かるよね、 D の意思とか言うじゃん、みんな D ついてるじゃん。 D って何なのかっていうのはね、ようやく僕もしっくりくる形のものが見つかってきたんですよ。ああ、大根の D？ 大根の意思を継ぐもの？勘弁してよ、大根の D だけは。え、モンキー大根ルフィってこと？ちょ、それはさすがに先生、また農業編じゃねえかお前。もう井上先生だけでいいんですよ、もう農業の方は。僕ね、 D って何かな、ずっとやっぱみんなもそうだと思うんですけど、やっぱ頭文字だと思うじゃないですか。あれ頭文字じゃないですね。そのルフィたちが住んでる星って、青色の星って、まあ地球とは言ってないんですけども、青色の星って言ってるんですけども、あの月から見た青色の星のこと言ってるんですよ多分。あれ要するに月の話だったんですよ、ワンピースって。もともと月の民いたでしょ、たくさん。月のお話なんすごいね。要するにですね、月からあの青色の星を見るとですね、海が2つに分かれてるわけです。ワンピースって4つに分かれてるじゃないですか、海が。イーストブルー、ウエストブルー、サウスブルー、ノースブルーって4つに分かれてるじゃないですか。これグランドラインがあるから4つに分かれてるんですよ。そもそもでもグランドラインなんてものがもともとなかったとしたら、イーストブルーとウエストブルーしかないんですよ、ワンピースの世界って。東か西かなんですよ。でよくガープとかが、東のイーストブルーは平和の象徴とか、ガープが最後ローグタウンで処刑されたりとか、この東にそういう思想を持ったやつが多いんですよね、平和とか。まあ、要するにですね、D っていうのはこれレッドラインを挟んだ東のイーストブルーのこと言ってるんですよ多分。こう、うん、だイーストブルーって異様になんか優しいとかそういうのさ入ってるじゃん。だから月から見た時の青色の星は当然グランドライン見えないからレッドラインのみがあるわけですね、こうでかく。そう見ると D に見えるわけですよ、形が。東のみが。で、そう、あ、いいとこつく。ゴア王国があるんですよ。ただ、悪い悪い。で、ゴア王国は、なんか冗談みたいに、マリーなんとかネットとか、姫、王女に名前つけてるんですけども、そもそもこのワンピースってフランス革命の話すごい使ってるから、マリー・アントワネットっていう名前をすごい大事なところで使ってくるはずなんですよ。それをね、ゴア王国で使ってるんですよ。ゴア王国が裏切ったんじゃないですか、あの800年前。ゴアめっちゃ重要っすね多分。ゴアがなんかしてますねこれ。だからその2つの思想があったんですよ当時、その支配と自由平等。でも D の意思っていうのはこのイーストブルーの思想ってことなんですよね。頭文字ってなんかずっとしっくりこなかったんですよね、 D って。そもそもアルファベットの方でいくのか、日本語をアルファベットにして D にしてるのか、ドラゴンなのか、それこそなんか俺がよく言ってた奴隷の D だったりとか言ってたんですけど、なんか全部あんましっくりこないなと思ってて、頭文字にするとじゃなくて、あれ形として刻んでるんだとしたら、それを D と呼んでるだけだと。そう、シャンクスもイーストブルーに滞在してた、風車村がイーストブルーにあるし。で、ロジャーがエース産むのがあのサウスブルーなんですよ。で、サウスブルーってイーストブルーなんですよ。要するに壁を挟んでこっち側全部が実はイーストブルーだったってことにすると、南の海もイーストブルーなんですよ。で、最後ロジャーが子供を産んだの、奥さんいたでしょ、あれもサウスブルーで、サウロもサウスブルーの巨人島の出身なんですよね。で、新世界って言うじゃないですか、 こっち側を。新世界ってそもそも何って話なんですよ。何が新世界なのって、この星において。ってことはグランドライン
新世界っていうのはこっちのこっちのこと言ってるんですよ。もう全体ウエストブルー、ウエストブルー側の世界を新世界と呼んで、こっち側が旧世界なんですよ、イーストブルーが。でなんで旧って呼ばれてるかっつったら、900年前にこのイーストブルーのとある王国が負けて、こっちを新しく新世界と呼んだってことなんじゃないですか。うん、ローはノースブルーです。ローだけじゃなくて、あとサンジもね。そう、サウスブルーはね、あんまねピックアップされてないんですよ今のところね。まあ、キッドがいるぐらいか。あとまあロジャーが、まあ、エースが生まれた場所だ。ドロピザさんのポールシフト説も一個ありますよね。そこからつながるとしたら、ドロピザさんのあのマジでラフテルの場所分かったやつ、動画マジで面白いんで見てほしい。 D の石っていうのはね、別に今はもう散らばってるんですよ。いくらでもいるんです。別に新世界にも D はいるし、 D がまとめて今もどっかに住んでるわけじゃないんで、まあ、散らばってますよね。うん、釣り替えやります。